もお疲れ様です。それではね、第50週の展望をちょっとね、順番に追いかけていこうと思います。まずはテクニカル的に図を見ながらになりますね。後半では材料を拾いながら一日一日を確認していこうと思います。まず週足なんですけども、ここ3週間4週間はドカーンと下落が来ましたよね。で、これっていうのは先週日銀の発表というかね、植田総裁の発言があったからではなくて、以前からアメリカの利上げが鈍化してきたってことを受けてね、このあたりでもうそろそろアメリカの金利が抑制されて、日米の金利差っていうのが縮んでいくんではないかなっていう観測です。それからもう一つはドルと円の供給量の限界ですよね。前々から言っていましたように、ドルと円の総量によってドル円がどこでバランスするかってことが大体見えてくるんですけども、それが計算上160円なんですよね。で、160円ピタリといくかっていったらそうではなくて、きちんと実体経済ってものがありますから、まあ、そういったものがね、抵抗になって、その5円とか10円手前で反転するにはなっているんですよ。まあ、この概念っていうのは、本当に突き詰めるとね、いろんな説があるんで、まあ、これだけを指標にしていただきたくないんであまり言いませんけども、まあ、何が言いたいかっていうとね、152円が当面の抵抗なわけなんですよ。もっと言ったら150円とかね。ですんで、こちらの方とこちらの方は介入があるなしに関わらず、結局はね、下落に向かうっていうことではあるんですよ。じゃあなんでここで日銀介入したのってことになりますけども、介入ってのはね、財務省か、介入ってのはどういうことかっていうと、利益に変わるわけですよ。だからきちんと計算してここで反転するなと思えば、まあ財務省がね、ここで保有してるドルを売るっていうのは自分たちの利益を守る上で、まあ真っ当なトレードなんですよね。だから介入したからね、値段がドカンと下がるっていう、もちろんそれもあるんですよ、あるんですよ。介入したからみんながその流れに後追いで乗るっていうのはあるんですよ。ただ介入っていうのは、まあ、せいぜい2兆円とか3兆円ぐらいを投じるぐらいなんですよ。それによって大きく5円とか6円っていうのは変わらないんですよね、計算上はね。でも、あ、介入したぞっていうことに関して後追いで多くの資金が投げられるのと、あとはね、やっぱり供給量の限界によって介入しなくても反転は起きているっていうことなんですよ。その反転を計算して、じゃあドルを売って円を買うっていう財務省の、まあね、日銀の行動があれば、当然、こういうふうな動きにはなるっていうことなんですよね。まあこれはね、詳しくはね、高橋洋一さんの講義を受ければね、だんだん分かってくるんですけども、ただ難しすぎて講義がね、分からない場合もあります。はい、それでね、今お話したのはちょっとテクニカルというよりもファンダメンタルの毛が多かったと思いますけども、まあこれがね、テクニカルとファンダメンタルの融合した考えらしいんですよ。で、難しいでしょ。もうここら辺だけでも私ね、説明しながら多分受け取りきれないだろうなと思ってるんですよ。私は頭でもわかるんですけども、今私が 2,3 分で話したことの中にもいろんな予備知識がないと、あ、なるほどねっていう風になっていかないんですよ。まあですんで、まずはね、テクニカルを攻略していきましょう。いつも言いますけども、テクニカルってのは今までのこの値段の動きから次の値段の動きを想定する公式なんですよね。だからテクニカルを覚えると、だいたいその公式通りに未来が測れますんで、利益は積み上がっていくってことになります。ただしトレードの回数が少ないと、もしかしたらたまたまね、裏目の時だけをトレードしてしまって、ああ FX は儲からないんだっていう風な先入観から次への一歩っていうのが出なくなるんですよ。だから1000回ぐらいトレードするとね、確かに勝ち越すじゃんと思うわけですよ。特にその1000回を10年でやるんじゃなくて、1年ぐらいで1000回トレードするとね、本当にそうだなっていう風にだんだんその標準偏差が剥がれてくるんですよね。はい、それでね、今下落の方向に向かった3週間4週間なんですけども、通常でしたらテクニカル的に見ると週足であろうとも3ペとかになってるでしょ。黒3ペ、黒4ペ、3バガラス、4バガラスにね。でも大きく下髭が出ましたんで、これは下落の移動平均線をまたいでの下にはいかないんではないかなっていうところです。いつも、これね、短期でお話しすると混乱するかもしれませんけども、赤い移動平均線に絡んだ時にもうここで止まってですね、上昇に行くっていうのがテクニカルの動きなんですけども、週足になるとテクニカルがそのまま行きませんので、ちょっとファンダメンタル的な要素も考えながら行きたいなというところを総合するとね、ここはちょっとほんわりとした私の感触になりますけども、緩やかに下落はしていくだろうけども、とりあえずは急激な下落は止まったということで、この50週はね、陽線になる可能性が強いです。陽線にね。ですんで、週のトレードは
そのように考えておりますね。陽性になるんじゃないかなってことです。はい、そして週を細かく7分の1にすると日足が出てきます。はい、ここに下に行く勢いが止まったよってことを示唆されてますよね。ずっとこういう風なチャンネルラインを引いてきたと思います。でも、この大きな一直線の下落によってですね、売られすぎっていうのと、あとは利確が入って、セルに対する利確が入って、ここまで突き上げられてきたってことになります。で、ここで陽線が出たってことは、いよいよ止まったってことなんですよ。で、下に行っても急速に引き戻されてるわけでしょ。うん、ですので、とりあえずね、底値がここになったんですよ、今ね。そういうふうに見た方がいいと思います。ただし、今矢印してるこれ、この陽線ね、未確定の可能性がありますんでね。月曜日のトレードが始まって、次のロウソク足が一本ここにできるまでは、まだ行動しない方がいいよってことです。ですので、月曜日はその分だけ、この赤いね、陽線が確定するまで様子を見ましょうってことになります。はい、じゃあ4時間の方見ていきますね。4時間は下落が止まって徐々に切り上がってるところで、これがだからいわゆる半値戻しが起きてますよってことですよね。こっから急激な下落が始まって、ここで止まって半分戻ったでしょ、うん、半値戻しが起きたよっていうところですね。となるとね、半値戻しが前年戻しまでにいかないんだったら、これも月曜日様子を見なければいけませんけども、前年戻しまでいかないんだったら、マーケットはここを中心に決まっていきますからね。145円付近ですね。それを確かめるのに月曜日を使うってことになります。はい、で1時間になると、これはもう月曜日のトレードに関わってきますけども、まあ基本的にはバイで攻めていけばいいんじゃないですか。で今乖離が起きてるところなんで、一旦下がろうともまた上の方に行くと考えると、月曜日からトレードする方は基本的にはバイの戦略で勝っていけるっていうような見通しが立つと言えますね。はい、じゃああとは材料の確認になります。今回はね、一気に行きますけどもね。月曜日、12月11日から始まる50週ですけども、マネーストック M2 が発表があったのが8時50分です。ですんでね、9時から10時ぐらいにトレードを構えていけばいいのかなと。もしくは月曜日は基本的には見る日ですから、自信のない方とか、リスクの取れない方、資金のない方っていうのは、1日しっかりと検してください。で、どこを見るかっていうのは、先ほどお話した通りです。忘れてませんよね。はい。で、火曜日なんですけども、火曜日ね、FOMC、これ二つ星なんですけども、場合によっては大きく市場を動かすことになると思います。まあ、その可能性は少ないですから、まあ、無視していいんじゃないですか。ということで、月曜日と火曜日、両方ともね、材料らしい材料がないまま動いてきますので、テクニカルが十分働きます。で、火曜日の夜に CPI がありますので、ここは用心です。まあ、つまり、1週間、50週っていうのは、月、火という一つのグループが、まずはここでできるってことですよね。そして水曜日はどう始まるかというと、 CPI とそれからこれ日銀の四半期大企業製造業、業績判断ですね、これがでかいですから、これはね10時からそうですね12時、水曜日は午前中じっくりと時間をかけてマーケットが整うを見た方がいいと思います。はい、あとは特にね問題ないですね。あ、夜ありますね。夜あるんだけど、これ28時なんで、もう木曜日のことですよ。木曜日の朝4時とか5時。この2つの発表も市場に大きな影響を及ぼすと思います。すごいですね。だから木曜日は、それに翻弄されるかもしれないですね。結構ね、材料、どぎついですね。はい、木曜日も来ますね、結構ね。自動車、これかなりね、自動車を除く小売業ですか。これもかなりマーケットに影響します。特に金利をいじってきましたからね、今回。で、最後金曜日ですか。金曜日はなんか逆に何もないですね。何もないと言ってもいいぐらいです。はい、ということで、月火っていうグループと、水曜日がちょっと難しいんですよね。うん、月火っていうグループと、水曜日が暴れる日。ね、で木曜日もこのパウエルさん FOMC がありますんで暴れるね。水木はちょっと難易度高いですね。金曜日はどっちかっていうと今回は水木以上に楽になります。そういうふうな見通しでございます。はい、それでは50週頑張っていきましょう。お疲れ様です。